プリニー式噴火の構造図プリニー式噴火とは火山の噴火活動の形式の一つであるプリニアン噴火とも言う1822年のイタリア半島ベスビオさんの噴火ポンペイを埋没させた79年の噴火も同様であったと考えられるプリニー式噴火は様々な火山の噴火形式の中で破局噴火やカルデラ形成について膨大な 噴出物やエネルギーを放出する。地下のマグマだまりに蓄えられていたマグマが稼働を伝って加工へ押し上げられる際、圧力の減少に伴って発砲し、膨大な量の手札を噴出する。これら噴石や火山灰、火山ガスを主体として構成された、噴煙柱の高さは通常でも1万メートル、時には清掃圏に達し、5万メートルを超えることもある。 一日から場合によれば数日、数ヶ月の長きにわたり周囲を暗闇に包む。やがて巨大な噴煙柱は、自らの重みに耐えきれずに崩れ落ち、火砕流となって、四方八方に流れ下り、時には、周囲 100km の距離を瞬時に埋没させる。このような巨大噴火の後には、カルデラが形成される場合もある。プリニー式噴火は、 流門岩など計算を豊富に含んだ粘り気の多い溶岩質の火山で発生しやすい。粘り気の少ない溶岩の火山で発生することは稀だが、富士山は粘り気の少ない玄武岩質の火山ながら1707年に放映大噴火と呼ばれるプリニー式噴火を発生させている。巨大な規模のプリニー式噴火は人類など生物の生活に甚大な影響を及ぼす。 歴史上で有名な例が1883年、インドネシアのンダ海峡で発生したクラカタウの噴火である。この噴火では火砕流の海中への流入とカルデラ形成で巨大津波が発生し、沿岸で3万人以上が死亡した。また、巨大な噴煙柱の上昇気流に乗って清掃圏に達した火山灰は偏西風に乗って大気中に拡散し、 世界中で日光を遮る形になる。その結果、地球規模での異常気象を引き起こし、ひいては大凶作や飢饉、正常の不安を招く。日本では1783年8月6日に、発生した浅間山噴火が数年来続いていた、天候不順を加速させて、天命の大飢饉を引き起こし、老中の田沼を沖継ぐを失脚に追い込んだ。 1815年のインドネシアスンバワ島のタンゴラ山の噴火では火砕流とカルデーラ形成に巻き込まれた1万人が死亡しその後の飢餓や薬病で8万2000人が死亡したさらにその後数年にわたって北米やヨーロッパでは異常な霊化が続き俗に夏のない年とも称されているイタリア化さまつショープリニュースは ベスビオ火山の噴煙をこの木の形に例えた。アラスカ州リダウトさんの1990年4月21日の噴火。プリニー式噴火の名は古代ローマの博物学者ガイウス・プリニウス・セクンデスに由来する。西暦79年、ポンペイの町を埋没させたベスビオ火山の噴火に遭遇した大プリニウスは知人の救助をする傍らで噴火活動の調査をしていたが、 火山ガスや火山灰に巻き込まれ、呼吸困難に陥って死亡した。そのありさまは、彼の老い、ガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンデスが書き綴った、書簡に国名に記されて後世に伝えられ、それにちなんでこの噴火形式に、プリニー式噴火の名が与えられた。おじの死後、小プリニウスが、ローマ帝国の歴史家、タキトゥスに宛てた手紙、8月24日の午後、母は異様な姿と、 大きさの雲に気がつき、調べてほしいとおじに知らせました。ちょうど水浴びと軽い昼食を済ませて書斎に戻っていたおじは、詳しく様子を探るべく外に出て眺めの良い高みに登りましたが、この距離では様子がよくわかりません。そこには雲が立ち上がっておりました。雲の形については松の木に似ているということ以外に詳しく言い表せません。 高い幹が空高く喫立し、上部では枝のように広がっておりました。上に吹き上げる突風が弱まったからか、あるいは雲自体の重みで下がってきたのか、どちらかによると思われます。雲は土や灰の含み具合で、時に明るく、時に暗く、時にまだらに見えました。この光景は、おじのように研究熱心な人にとっては調査、研究すべき価値がある現象と思われたのです。 その折、ナポリワン北岸の店のムにいたダイプリニウスは、ガレー船を用意し、知人を救助するためカイロデスタビアへの街に至った。しかし立ち込めるスコリアで周囲が暗闇に包まれる中、火山ガスや火山灰を吸い込んで窒息し、2日後に遺体となって発見されている。アメリカ合衆国のスミソニアン博物館は、火山爆発指数のうち6から8クラスまでを、 ウルトラプリニー式噴火ウルトラプリニャンと呼んでいる。このクラスの噴火では火山灰を上空 25km の高さに吹き上げ、噴出物の総量は 10km から 1000km に及ぶ。このようなウルトラプリニー式噴火の例として挙げられるのが古代人類の大半を死に追いやったインドネシアトバコのカルデラ噴火、1815年のタンボラ山の噴火、 1883年の倉方の噴火である、注釈出典。ありがとうございます。